毎回さ、1年前は劇場ね、満席でありがたいことに劇場公演できてたって、ほんまになんかありがたいことやねんなっていうふうに実感しちゃった。そうだね、拍手の音が違ったよね、全然。あら、メンバーとのアイコンタクトが可愛かったって。そうやねん。ちかめっちゃ見ちゃうのよな、メンバー。なかなかね、ちょっと距離感とかも難しいねんけど。昔のリーダーが、めちゃくちゃアイコンタクト取ろうねっていう風に、メンバー間でな、っていう風によく言ってくれてて。それがなんか、残ってるっていうのか。メンバーと目合わすことも、なんか、楽しさが伝わればなっていう風に思いながら、アイコンタクト取るのも大事にしてるかも。メンバー同士の。こんばんは。どうやってみるんだ。あ、おる。こんばんは。こんばんは。できてます。つながってますか。おる。あ、つながってるよ。ばっちり。あ、じゃあちょっと今からシェアをしたいと思います。かわいいよ。だね。そう、おるです。ちかこさん。かわいいね。メンバーがさ、文字言ってる姿ってかわいいの。してます。え、ちかこさん、何の動物が好きですか？うさぎ。じゃあ、うさぎの顔文字？それは秘密です。はい。絶対そうやん。でよし。お、オッケー。できた。はい。はい。こんばんは。こんばんは。ちかこさん、いつから始めてました？え、ほんまにね、2、3分前ぐらい。あ、本当ですか？よかった。ぴったりぴったり。前髪大丈夫？前髪。はい、ちょっと、やっぱ、公演だったから、汗で、こうなったんですけど、汗、なんですけど、やっぱ前髪伸びてきたから、こうなってるんですよね。確かに長くなったね。はい。そう、見揃えるちゃんと。え、どうやって切ってますか？前髪切るとき。え、もうこうやって切ってる。縦に。え、自分でですか？なんか自分でやんねんけど、もう失敗するから、うん、もうね、いいんか、もうメイクさん、メイクさんに来てもらうかな。ああ、それがいいですよね。おるーは？ルカも自分で切ってたんですけど、でも、なんだろうな、自分で切ると、その、切った後にメイクさんに言うと、自分で切ったでしょって言われるぐらいに、下手っぴなので、でもメイクさんに切ってもらわなきゃなと思うけど、自分で切っちゃおうかなって。わかる。なかなかさ、会うタイミングないもんな。あ、そうなんですよ。公演とかも次出ないから。確かに。はい、そうやな。多分次の公演もちかたち、はい、え、いますか、ちかこさん。おらへんねん。18ですよね。ルカもおらんねんなんですよね。なんか最近ルーがちょっと関西弁使いがちやねんけど。本当ですか？なんかね、いや、今日の。よく使いたくなっちゃうんですよ。かった。いいやん。熊本弁かわいいやん。本当ですか？え、なんかやっぱね、いずちゃんとか、ちかこさんとか関西人じゃないですか。そうやな。だから、それが、映っちゃうというか、勝手に。絶対映ってへん。ルーマイっていうだけやろ、絶対。でも可愛くて使いたくなっちゃうんですよ。
西尾で、でも、ルカも熊本弁は、やっぱ、なんですか？なんだろうな。敬語とかだと、普通に標準語なでのやん。で。わかるわはい。かる。一緒。だから、本当ですか？しかも出えへんもん。逆になんか後輩と喋ってる時の方がね、めっちゃバリバリ関西。そっか、後輩だから、確かに。ですよね。同期の前やったらじゃあルーは熊本弁出てんねやろうな、多分。ああ、どうなんでしょうね。おお、出てない。いや、自分は自然とだから、あ、どんそっくらい出てる。でも自分は、でも例えば、お家にいて、電話中とか、普通にメンバーといるとき、電話とか、親と電話してるときとか、めっちゃ熊本弁だねって言われるから、そんな出てないのかなっても思っちゃいますけど。そう、なんかさ、まるまるとーってめっちゃ可愛いもん。あ、なんとかとって。言う？ああ。お家であ、言う？言いますね。めっそう。ちゃ言います。でも、可愛い。関西だと何ですか？じゃあちょっと熊本弁でなんか言ってみていいや。それ関西弁にするわ。お、じゃあ、今日何時に寝ると？今日何時に寝んの？あ、寝んの？なんだ。え、可愛い。何時に寝るとーってめっちゃ可愛いやん。じゃあ、早う片付けしや。あ、関西弁だ。なんか、どっち？早く片付けせんねって。早く片付けしや。もうさっきと一緒やん。ルーと一緒やん。ルーに言われちゃった。めっちゃいい。じゃあ次は、じゃあ、おっとおっと、とっとってって言っとったのに、なんでとっとらんかたとって言っとったって言っとってわ。誰が言えんねん、それ。誰が言えんねん、それ。紙に書いてもらうの分からへんわ。あ、なんかそういうのないんですか？関西弁のダジャレとか。なんか今さ、あれ。のは、あれなんです。熊本弁？あったよな、なんかさ、あんた、私のこと、あんた言うけど、私、あんたのこと、あんた言うてへんからな、みたいな、そんな気がする。あんた。あれ、名古屋弁もあるよな、たぶん。蹴った。名古あった気がする。屋弁。早何やったっ口け言な。葉。あれやな、地元の人は言えるやつやんな。はい。ですよね。ああ、ありますよね。やっぱ地方によって。お、すごい、ツッコミ最高って褒められて。いや、ツッコミ本当に面白いですよ。おルーがいたらいいんやと思う。ツいいッバコランス。ミって、それも自然ですよね。関西の人って。そうやな、自然と出てくると思う。何言ってんねんみたいな。何言ってん？なんか、そういうのがすごい自然にできるってめっちゃいいなって私は思ってます。なあ、まあ確かに、もう日常。標準語だと変じゃないですか。確かにな。なんか、標準語だと、ちょっと怖くなっちゃうのが、関西弁だと、可愛いってなっちゃうというか、それが自然だから、それはめっちゃいいなって。だから私も誰かに突っ込むときは絶対何してんのよって。関西ねえ、弁になろうと思いかわいい。ルートだから MC したら、面白いもなんかもう常にボケてくれるから。やっぱツッコミいいな、もうツッコみたいな、もうずっいや、と。ルーはボケよ、もうボケ担当。やっぱツッコミって誰でもできるものじゃないですからね。難しいよね、確かに。ずっくりだ。だからマキコさんとかも、もう瞬発力すごいじゃないですか。確かに、マッコさんツッコミやもんな。なんかツッコミの学校に行ってるんですかってぐらい。学校 ちかこさんもなんですけど、でもいさちゃんも。ああ、泉突っ込んでくれんの？でも、ちゃうやろみたいな。ああ、なるほどなんね。ちゃうやろみたいな感じだけど、なんでやねんはあんま聞かないです。なんでやねん、言わんかもな、確かに。なんでやねんの他は何ですか？関西弁だと。なんやねん、なんやねんとか言うけどよあ、く。なんやねん。あ、なんでやねん、なんやねん。おそうい。ルーが固まった。あれ？みんな動いてる？ ねえ、ルーのと ねえ、ルーちゃん めちゃくちゃ思った。大丈夫？ ルーちゃんがね ね、ルーちゃんがすごい顔してたの知ってる
なさ、その顔でさ、止まっとった、さっき。え？どんな顔で止まってるか知ってた、さっきの。いや、分かんない。もうね、ああ、こんな、こんな、なんかさっきの、あ、こうやって止まってる。めっちゃ笑いそうになった。え、そう、え、なんか、勝手にホーム画面で戻っちゃったんですよ。あ、そうなんや。え、なんでですか？ね、もう携帯がさ、おかしくなってんのかな？いや、本当におかしくて、さっきもう、あの、モバイルメール送ろうとしてたら、送ってる途中にホーム画面戻って全部チャランみたいな。あ、じゃあ、重いんじゃない？なんでですか？でも今、充電しながらやってるんですけど、それがダメなんですかね？大丈夫だと思うけど。あ、恥ずかしい。え、止まってたんだ。あ、めっちゃ。開けときまーす、目は。あ、いや、ふーちゃんの変顔見れた、なんか。ちょっと、元気出た。ちょっとびっくり。だって、シャラン見れたら近くの笑ってたから、なんかあったのかなと思って。もうやん、ちか最悪人の不幸を笑う。いや、笑いますよ、止まると。止まると笑いますよ。笑いの神が降りてきた。面白い。ああ、面白い。夢に出てきそうって。やばい、そんな顔してたんだ。まあまあまあ、事故ってやつですね。はい。ああ、じゃあ恥ずかしい。え、今日のさ、あれ食べた？クッキー食べた？うん、あ、今、まだ食べてないです。美味しかったよ。え、何味食べましたか？今日。この味。あ、チョコレープか。え、よくわかったんだよ、これで。はい、これ。あ、今日、差し入れでいただいたんですよね。美味しいクッキーいただいて。ああ、ちょっと迷ったんですよね、食べとった。味は。はい。これです。あ、ルーもチョコチップクッキー？チョコチップクッキーの半分なんでチョコです。ルーちゃん。ルーちゃん。チョコ味か。チョコチップ。はい。そうなんです。チョコを選びました。めっちゃ味あってんの。はい。やりましたね。うん。いろいろ抹茶とか？そう、抹茶とか、いちごもあった。あ、いちごあったんだ。あとは何があったかな、でも、あの、なんだろう、うん、その、めっちゃ、絶対美味しいと思うんですけど、あの、この、クッキーの周りに、なんか、ザラメ？あ、で、こう、なんか、はい。なんて言うんですかね、あれ。なんか、砂糖、ジャリジャリの砂糖というか、何やろ、あれ、アイシャ。何て言うんですかね。なんだろう、あの、よくあるやつ。キラキラしてるやつやんな。あ、そう、それがかかってるクッキーは絶対に美味しいですよね。めっちゃ美味しかったよ。ちかね、終わってすぐに一番に選んで一番に食べたい。あ、本当ですか？うわー。じゃあ明日の朝ごはん食べたいと思います。ね、ぜひ召し上がってください。はい。でも、あの、ザラメで思い出したんですけど、ルカが一番好きな差し入れ、うん、が最近判明したんですよ。え、何？あ、あの、握手会限定なんですけど。うん。あの、ザラメヨーグルト？わかったわ。めっちゃでかいやつ。はい。なんか瓶みたいな感じで入ったヨーグルト、うん、で、ザラメ、なんかめっちゃザラメ入ってません？ザラメの砂糖みたいな。うん、あれめっちゃ好きなんですよ。いいね。はい。確かに。しかもさ、悩んだ。なんか一回さ、好きな差し入れって何やろうと思って。うん、はい。なんかもう一年以上さ、なんかまあ一年か、コンサートとかできんかったからさ、はい、差し入れのチャンスなかったやん、もう。はい。忘れちゃった、差し入れ何もらってたか。ですよね。なんか、しかも会場によっていろんなのありましたじゃないですか。まあでもさ、結構あれ好きだったな、ご当地系のやつ。ああ、確かに。京都とか。八つ橋とかやった。八つ橋とか。うん、ああ、懐かしいなぁと。大阪やったらさ、たこ焼き屋さん来た。たこ焼き、懐かしいですね。分からない。差し入れ何もらってたっけ？じゃあルーちゃんが何だろう、劇場公演、あの、企画行きます、はい。差し入れ何持っていきますか？悩む。でも自分がもらって嬉しい形のアイスとか？ああ、なるほどね。今、なんだろう、
一つのお皿でわーって食べれないから、アイス一個ずつじゃないですか。わけでね。それ、アイスとかめっちゃ嬉しいなと思いますし、確かに。とありでか、す。あ、いきなり団子ってめっちゃ来てるけど、確かにいきなり団子もいいですね。タイミングよくさ、売ってたらいいよね、その差し入れ確も。かに。そうなんですよね。けどね。ちかこさんだったら何ですか？その用途用途、なんかその場所場所によって変わるあ、けど、確か劇に。場公演だったら、オロナインヒーンとかにするかも。ああ、オロナイン？何ですか？オロナインヒーンにするかも。あ、確かに。なんか栄養ドリンク、あ、それめっちゃ嬉しいですね。そういうのにしちゃうかな、公園の確かに。時。しかもなんか公演後ってあんまりパサパサしたよりの、よりも飲み物とか炭酸飲みたいとかなってるから、確かに。ですよね。確かに飲み物系が嬉しいです。あとフルーツとかもめっちゃ嬉しいですよね。とか、ドーナツするかも、しか今やったら。ドーナツ大好きです。ね、ドーナツ結構さ、メンバー人気高いやんか。高いですよね。いろんな味あるし、なんかさ、仕入れするかも。確かに。あ、懐かしいな。あとは、でも私は、マカロンめっちゃ嬉しいんですよ。あ、マカロンね。マカロンめっちゃ嬉しくて、確かに。結構前は、16人公演の時とか、見に来てくださった関係者の方がマカロン差し入れでとか、あったね。それはめちゃくちゃ嬉しかったです。それが一番嬉しかったかもしれないです。関係者の方がくださった時に、確かテにンションね。上がる感じ。パクっていけるじゃないですか。食べやすいしね、一口。確かに。ジュース系もめっちゃ嬉しいですね。悩むね、確かに、そういう入れて。楽しいけどね、選んでる時間。確かに。なんかよく前は2回公演とかやってて、昼公演終わった後に、マネージャーさんとかが、もうそれこそアイスとか、マックとか、差し入れしてくれてめっちゃ、夜公演めっちゃ、その待ち時間めっちゃ楽しかったり。もうさ、めっ真っ黒ちゃめっちのさ、フルゃ。ーリーめっちゃ好きでさ、ちかこさんめっちゃ食べてるイメージありますよ。キットカットめっちゃ好きやねん、今。キットカット？そう、なんか期間出限ない定。ですか？3月末までやねんけど、2月。もうそれが好きすぎて、けどちょっともう食べ過ぎたからちょっと自粛。今も出てますか？そう、もうすぐ終わっちゃう。どんな味か説明お願いします。任せてください。そうですね。キットカットって言ってるんで、オレオの方はね、オレオがもうザクザクに入ってるけど、キットカットはね、結構なんか滑らかで、なんか、ザクザクじゃなくて、サクサクって感じ。ペンが抜けるバージョンか。よう分かったな、それ。もうよう。分かる。そうなんだ。あ、サクサクなんですね。だからね、キットしかカッもそトっがアちイがスになった感じ。そう、キットカットが砕かれてるって感じ、言うたら。わあ、絶対美味しい、それは。もうなんか定番化してほしいくらい。いいな。よでね。も、私最近、ハマってることあって。なんですか？スターバックスあるじゃないですか。その新作を考えてるんですよ。おで、最近、思いついたのが、何？チョコレートチーズケーキフラペチーノ。ありそう、あったよ、絶対それ。どりました？こにあって、あった？チーズケーキってありましたか？スタバ。チーズケーキあった気がするよ、確か。本当ですか？でも、それめっちゃ絶対に美味しいなと思って。いや、確かに美味しい。絶対チョコとチーズケーキの組み合わせ絶対美味しい。ありそうだけどな。そういうの考えるのめっちゃ待ってて。次バナナやもんな、だって。あ、ですよ。バナナも新しいですよね。バナナ楽しみなんだが。ねえ、楽しみ、バナナ。ちょっと、じゃあ、スタバの新作。はい、いきます。忘れていきます。お願いします。ピスタチオクラペチーノ。最高です。でも、あったかな？これ多分。ピスタチオですか？うあったかもしれん。わー、食べたい。とか。面白いね。確かに、新作か。何があるかな？そう、新作考えるのめっちゃ好きで。こういう商品出たら絶対売れるなと考えちゃうんですよ。いいね。楽しいよ絶ね、そういう。対流行するとか。とか、あと何だろうな。なんか意外と、
オレンジフラペチーノとか、あ、あっさりして、さっぱりしてそうだね。はい、とか夏とか出たらなんかちょっと美味しいなとか、そういうの考えるのめっちゃハマるんですよね。あれ美味しかったな。なんかさ、アメリカのスタバでさ、あの、はい。オブ、あ、懐かしい。はい。ドラゴンフルーツとか美味しかった。スタバ？うん、スタバ。そんな味あったんだ。海外限定のやつがなんか惹かれる。韓国のやつとかめっちゃ可愛かった気がするな。でも韓国もなんかすごいインスタ映えみたいな。あ、ね、スタ可バ愛い。のイメージです。目はが。確かに。い。あ、いいオですルーね。あ、ブのイメージな。ホワイトモカのイメージあるけどな。ホワイトモカもちろん飲みます。ね。ホワイトモカ一番好きかもしれないです。で甘も、い。うんうん。甘いです。あとは、最近美味しいなと思ったのが、マンゴーパッションフラペチーノもめっちゃ飲むんですよ。で、それに、何入れると思いますか？モカシロッ入れるプ。かもしれない。おー、モカシロップももちろん変更して、ティー抜きのモカシロップ追加。何抜き？ティー抜き？ティーを抜いて、ホワイトへえ。モカシロップにして、じゃあ、なんかさ、桃味になるんだっけ、それ。なります。なんかわずそうなか。んですよ。ティー、で、もしティーなくなったらさ、どうなんの？ティーなくなった、あ、だから要するにマンゴー味ですよね。あ、そうなんまあ、よ。ティーだとちょっとなんか紅茶味、うんう苦ん。味というか、そんな苦さないけど、なるほどね。甘くしたいならホワイトモカシロップ入れて、で、あとは、まあ、追加するのは、うんうん。チョコチップ。あ、チョコチップうまいよな。はい、それ1回しかしたことないんですけど、やっぱ見た目はやっぱりオレンジにチョコチップ、あ、オレンジ色にチョコチップだったから、見た目はあんまりなんかそんな惹かれないと思うんですけど、見たら実際飲んでみると普通に美味しくて、じゃあちょっと今度一緒に飲みに行こうよ。あ、飲みたいです、行きましょ一緒しよう。う。はい、なんかレッスン前とかだと確かにね。踊って消費できるし、いいですよね。ある。でもさ、レッスンの後も飲みたくなるんよな、そういうの。ね。頑張ったんだって飲みたいや、く本当に、そうなんですよね。実は終わった後に飲んだり食べたりとかでなる。すよね。頑張った体にさ、糖分摂取だよ。確かに、そうなりますよね、終わった後。なる。ですよね。こだわりが強いって。や、やるよね。カスタムまあ。するよ。わかるよ。しかもすえ、るよ。カスタマイズめっちゃしますよね。必要とか試したくなりますよね。でもなんかちょっと高いなとか思っちゃう。たまになんか、我に返っあ、て。確かに、ガクッ。そうですよね。けどまあ、美味しいが勝つねんうけど、やっん。ぱ。わかります。結局飲むのは自分だし、ちょっと高すぎたかなっていうのめっちゃわかります。なんかさ、スタバの差し入れも嬉しいやん、正直もらっ嬉して。いです。はい。でも、フラペチーノって差し入れしたらさ、もう溶けちゃうやん。あ、確かに、もう運んでる間とか。そうそうそう。ですもんね。確かに。確かにね、スタうバ。ん。でも、オルーはマクドだと、はメロンソーダ、クリームソーダみたいな。れのイおお、メージめっあるんだちゃな。近いですね。これなんか飲んでるイメージある、こうやって。はい、もう本当にその通りなんですけど。うんうん。コーラの、マッフロドート？フロート？あ、そうや、マッそうや。ドフロート。まあ、あれ、本当に美味しいんですよ。飲んだことない。もうコーラ、メロンソーダめっちゃ美味しいけど、うんうん。私はコーラがもうナンバーワンで、コーえラとソフトクリームがめっちゃ合うんですよ。えー。ええー。飲んだことで、そう、だから、ちょっとしたデザートとか、ない。めっちゃ、あれめっちゃ美味しいんですよ、本当に。ええー、ちょっとうん、じゃあ、やってみよう。はい、あ、マックと言わない関西人。そうやの、マクドやわ。マック。えー、すごい。地域で違うんだ。ルーとん？このやりとり何回もやってる気がする。あ、マ本当ク、ですか？マなんかクド初の、めてしましたよ。そうやん。絶対話してね、これ。本当ですか？え、マクドなんですね。マクドやな。マクド。じゃあ、あれは何ですか？ミスタードーナツ？ミスド。あ、ミスド。ミスドって言わへん、でもみんな。あ、ミスド？ミスド。でもミスドやけど、名古屋の人とかミスドとか言ってるイメージある。ああ、マジか。ルーちゃんの人からマジかいただきます。ほんまに。あとは、あ、セブンイレブン。
セブン。セブン。あ、一緒やな。セブン入れって言ったりもするんですセかブンね。入れとも言うかも。セブン入れ？もういろんな人がいますよね。確かにあな。とは、何あるかな。ケンタッキー？ケンタッキーはケンタッキーなんだよケンな、タこれ。ッキーですよね。うん。ケンタッキー。あと、モスバーガー。モスバーガーですモスね。バーガー。え、あれはびっくりドンキーなんていう？ビクド。あ、あ、一緒や、ビクドン。本あ、ど。当ですか。ビクドは本当にごく稀に言います。あ、そうなんや。びっくりドンキー行こうとか。あ、あれはってファミリーマートはって。ファミマ。ファミマ。しかない、くないですか？モルなんて言ってる？ファミマ。あ、え？ モル、なんか、混ざってんねん、どっちも。多分ファミマじゃない？な、標準語。ファミマ。ファミマか。うん、地下ファミマやけど。あ、ファミマ。ファミマ？わ からんよな、いざ答言われえた。ない。あと何があるかな？あ、サイゼリア？サイゼ。サイゼ。サイゼじゃない？みんあ、な。サイゼ。地下サイゼって言うもん。あ、サイゼ。でも関西弁下がんのかな？あ、どうなんですか？あ、関西の方下がるんですかね？わかりませんね。面面白い。白い。なんかインドネシアも独特ですね。なんかもうどれが関西弁でどれがさ標準語か分からんくなる、話しとったら。わからんくなりますよね。うわ、真似してきたな今。あ、あれ？真似しちゃった。ルーちゃん何人だ。やっぱいいな。え、違う、九州弁に言われるな。本当ですか？ちょっと買い越しません？分かったと？おう、もう、え、なんだろうな。わかったね。わかったみたいな。わ からん。今度さ、やろうよ、その、MC で。やごちゃごちゃゲームとか言って。りたい。会話にならなさそうやけどな。確かに。おもろい。おもろい、おもろい。愛知弁？名古屋弁か。ああ、名古屋弁？そう、熊本弁、関西弁、かいこね。確かに、やりたい。ね。その話は面白そう。で、忘れるんだよな、でも MC の時になった、いざ。ですよね。メモメモ。メモメモ。今日さ、ルーとやる、ショールームやる前に、実は、ね、2人誘っとって。ルーちゃんね、そうなんですか？目なんです。っていうのも、わけがあんねん。一番目に、やったことないことやりたいなと思って。あ、確かに、前やりましたもんね、一緒に。やってくれたから、1人目。みを誘いました。野村みを誘いました。ああ、みやちゃん。確かなんとに。野村みを、ショールーム22時までですと。あ、そっか。だから公演が終わって、時間的に、ああ、でも遅いなと思って。ああ、じゃあ、みを無理やなって、じゃあ今度誘うわっていうふうに言って、あ、じゃあ次は、じゃあ、姫か。新野姫か。決め姫た。か、やろうって言ったら、まさかのこの後予定があって、できなかったんすわ。なんだったんですね。だやから、るし、回ってきて。まさかの、いや、嬉しいよ。しかもルートでき。あ、そっかそっか。10時ってそう、早いですね。変わったやんか、公演の開演が。だからね。で、生誕祭も私ね、確かに。そうですよね。ルーちゃん出てくれてありがとうだよ、ほんまに。いや、もう本当にこちらこそありがとうやでですよ、本当。おお。おお。これ前、恒例シリーズになってるんですか？公演後にやるって。やってるね。なんか公演後にもともとショールームやっとってんけど、なんか一人でやるより、ならなんかその日に公演で撮ったこと一緒にやった方が、めっちゃいい。なんか、なんだろうな、熱量じゃないけど、なんか冷めへんなと思って。アドレナリンみたいな。そうそうそう。だから公演一緒に出てたことをやろうと思って。いいですね、それは。
でも年齢のね、壁が発生するね、やっあ、ぱ。確かに。できると思っても意外と時間、あ、この時そう。間までだったんだ、みたいな。だからさ、桃之助とか一生できひんと思う、公演終わり。あ、そっか、モータン。わ。14歳でしょ？ 8 時までじゃない？だってあれ。9時？9時まででもできないですよね。うん。でも、しかも初め22時までやったよ。あ、本当ですか？ビタテの時。え、で、ちかこさん入ってた時ってショールームありましたか？あ、そう、あってん。高1、高2、あ、あってんけど。そっか、ね。高校生は10時までですもんそうね。そう。ルールがね、難しいよな。うん、難しい。そっか。いつ公演出るかな、次、チカたち。ほんまにわからんもんな。ねえ、ほんまにわからんですよね、ほんまに。うあれ？ん、あれ。おかしいな。え、次、いつですかね？いないんですよね？ちかこさん、次。そう、次18おらへんねんな。公演、なんだろう、なんか、ツイッターで発表されて、私たちも知るとかもよくあるじゃないで、ここにほこりついてる。ですか。え、あ、本 OK。当だ。ありがとうございます。いいよ。ねえ。いつかな。確かにね、コンサートもね、またリハ始まるしね。確かに。覚えなきゃ、覚えなきゃ。っていうね、モードがまた来ちゃいますね。余裕、余裕、なんか、余裕うん。かまってたらやばそう。確かに。でも、あれが一番緊張します。会場でリハするとき。なるほど、確かにが、ね。緊張するなと思います。もう今は、普通に、レッスンしてるときとかも、考えながらできるじゃないですか。確かにね。なんか、立ち位置表持ってとか。だけどもう会場でなると何も持てないじゃないですか。マイ私、ク持つしとか。デイチとかさ、どこだっけってなりえ、確そう。かに。うわ、怖い。ってな最らな後、いよね。いやでも頑張ろうね。はい、頑張りましょうね。終わったら、ルーちゃんの、まあ、だってルーちゃんもうすぐ二十歳。や、本当に。ということでね。二十歳はどうやって過ごすの？お母さん？はい、まあお家にいると思うので、日付変うん。わった瞬間は。ねえ、素敵。だからね、もうどうなることでしょうね、二十歳なんて。何欲しい？誕生日。ね。プレゼント。二十歳ってむずいよね。さすがにちょっとやめてよ。最近流行ってるこのうさぎのキャラクターのやつとか。でも、二十歳か。あ、近くの逆に何がいいんですか？地下？はなんだろうな。でもコスメは、もちろんもらったら嬉しいよ。リップとかさ、やっぱ、あ、確かに。嬉しいですよね、コスメ。コスメは大丈夫だな、最近。じゃあ何がいいんだろう。なんか、普通にこれ欲しいっていうのとかあるけど、いざ聞かれるとなくないですか？そうやねん。なんで思い浮かばないですよね。なんだろう。今欲しいのはなんかレッスンに欲しいかも。レッスン着、今日話してましたよね。そうそう、ちょっと話しとっ欲て。しい、みたいな。タイムリーな話しとっ何？たわ。レッスンいいですね。あれなんだろうな。アクセサリーとかつける？イヤリング。なんあ、か。つけます。トーク会の時とか。あ、ね、わかるわかる。しかも、イヤリングあれだけどおしゃれに見えますもんね。あ、確か、スタバカードとか嬉しそう、ルーちゃん。あ、嬉しい。ウレピーです。けどさ、ちょっとさ、額が見えねんな、あれ。なんかちょっと。え、全然もう500円とか。いや、か、草まで1000円からです。チャージ1000円からです。そっか。いや、もう何でも嬉しい。本当に何でも嬉しいんですよ。ちょっと考えよいや、私も考えますね。う。はい。あと、あれまた食べに行ってんです。アサイーボウル。あ、行こう。いや、アサイーボウル本当にハマったんですよね、あの日から。まだハマってる？めっちゃハマってます。浅いね。浅いどこ美味しいあ、とそう、か。アサイーボウル専門店とかあるかわかんないけど、タなコんや。か、とかまあ、サイドメニューにアサイーボウルとか。てかさ、今度作ってあはい。げる。浅いの素買ったらちょっと美味しるんですか？い。うん。すごい。分でミキサーで混ぜて、で、蜂蜜グラノーラフルーツとかかけて食べんねんけど、ああ、グラノーラか。美味しいんだわ。うわー、絶対美味しいあですげね。る。自分の、好きな具材入れれますしね。
ね。はい。なんだよね。え、しかも好きだな。でも大好うん。物多いねんな、言うて。本当ですか？じゃあ今の大好物は？迷う。大そ好物ですよね。大好物って大の好きなものってことですもんね。うやね。もうそのままですね。なんだろうなっていっぱいありますよ、本当に。何があるかな？何ですか？何ですか？ります。4文字。それはフルーツ？いや、全然かけ離れてます。何ああ、や？もう正解いっちゃいますよ。ヨーグルト。ああ、全然違いますもん。あ、じゃあ、なんて？その種類言ったら絶対わかりますよ。うん、言ってみて言ってみて。中華です。エビチリ。お、違いマまジ？違う？す。え？小でも、6？ 当たってる人いない。何 4 でしょ文う。字？チャーハン？いや、違う。ラーメン。え、ごま団子。違います。あ、もう。中華？はい。天津飯違うよね。ああ。え、何？あ、春巻き？あ、はい、もしもし。春巻き？え、あ、違う。餃子。餃子めっちゃ好きで。餃子なん？嘘やん。全然イメージないわ。でも本当にめっちゃ餃子、本当に大好きで。食べてる？餃子。食べてます。しかも、なんだろうな。普通に焼くだけでもうできちゃうやつあ、ある、あるがね。めっちゃ好きで。自分でえ作ったことは一回もないんですけど、えー。いや。そう、やっぱすぐ食べたいんですよ、餃子って。なるほどね。だから、そういう、冷食とかに売ってる餃子がめっちゃ美味しいんですよ。あ、てかさ、セブンとかにも売ってるよね、普あ、通に。セブンのめっちゃ美味しいです、ちなみに。あ、そうなんや。あ、餃子にめっちゃ持ってるんですよ、今。うん。餃子食べたらさ、ご飯食べたくならん？あ、なりますね。ご飯欲しい。なるほどね。はい、だから、なんか、餃子と納豆で食べるときもあるし、え、どんな組み合わせ？はい、もう、だから、ご飯が納豆代わりですよ。あ、なるほどね。ヘルシーだね。はい。にして食べたりとか、本当にめっちゃ美味しいんですよ、餃子。はい、確かに、しかも好きよ。作っちゃう、でも。あ、作るんですね。うん。あ、そっちのパターンか。はい、じゃあ次、はい。力の動物なんでしょうか、今。ちかこさんはもう簡単ですよ。何？アボガドです。え、マジで当たってる。え、ガチで言ってる？ガチで言いましなた。んで知ってんの？なんかアボガドのイメージめっちゃありますよ。え、どこにも書いてないよ、最近、アボカド好き。なんでだろう。え、秒やん。なんで？アボカド。作ってませんでした？アボカドとマグロとご飯みたいな。アボカドのイメージ。ああ、ポキ丼ね。ポキ丼ね。いやです。そうです。わかりやすい。本当ですか？めっちゃ嬉しい。アボカド、だからフルーツって言おうとしてもアボカドってフルーツやから。あ、そんな、フルーツなんですか？うん。今ね、冷蔵庫にね、3個ストックある。でも、アボカドって、なんか、ちょっとトラウマみたいなのがあって、何ですか？この間めっちゃ食べたくなって、で、買って食べたんですよ。で、半分だけ、あ、違う、普通に切ったんですね。丸々1個。切って冷蔵庫に入れて、明日食べようと思って、で、その冷蔵庫に入れてるのを次の日、出したらもうめっちゃてんてんてんってなってたんですよ。ああ、熟して。茶色の。なるほどね。でも全然さ、悪いものじゃないけどな。食べていいんですか、そういう時って。まあ、食べたんですけど、なんだろう、なんか私集合体恐怖症なんですね。だからもうアボカド見てこんなになるんだと思って、だからタイミング分かんなくて、食べるタイミングが。アボカドむずいよね。なんかね、うん、買うときにさ、だからちょっと柔らかいのをはい。おタイミングなの。はでも、なんか地下の場合、買ってさ、ちょっと冷蔵庫置いちゃうから、ちょっとわざと硬いもの買って、
なんかいい感じに柔らかくなったら食べんねんけど、ちゃんとね、剥いた後も、まあ、他だってさ、1個丸々食べたらカロリーがちょっと高めなの。ああ、そうなんだ。だからね、半分、半分がちょうどよくて、1個使わへんやつはラップでさ、まあ、くるんで置いとくのを切って。そはの時、レモンかけたらいいって。い。そしたら大丈夫なんですか？次の日も。そう、ちょっと黒くならへんらしい。そうなんだ。そうそう。何の料理が好きですか？アボカドを食べるとき。え、ポキ丼好きやし、あ、ポケモン、いいですよね。シンプルになんかアボカドの中、玉というか何球根種か。はい、結婚。あれよね。玉ですか？あれ、びっくりした。びっくりした。くり抜いて、そこにね、卵の黄身だけをね、入れて、なんかチーズまぶして、トースターでチンってすると、また美味しいよ。絶対に美味しいです、それ。わ美味しいんだよ。あ、それ美味しいですね。いいなー。よし、アボカド？ルーも好きやんな、全然。アボカドめっちゃ好きです。あ、だから、何ですか？アボカドトーストとか？もうしてみたいなと思ってるんです。チーズかけてとか。いいよ。あれ絶も対美味美味ししいですよい。ね。ハンバーガー行ったら、アボカド入ってんのよ。大好きです、それ。ね。なんていうとこでしたっけ？めっちゃ、初めて食べたんですよ。もうお店めっちゃあるわ、それ。アボカド。なんでしたっけ？他のチーズバーガーとか美味しい。何でしたっけ？どこでしたっけ？ハンバーガー屋さんってどこでしたっけ？なんていうかめっちゃ美味しいハンバーガー屋さん。フィッシュ、ハンバーガーあ、みたフいレッなハンシバーガー。ュ、フレッシュフィッシュ。フレッシュネス、フレッシュネスハンバーガー屋なんかめっちゃ好きで。え、食べたことない。めっちゃ好きなんですよ、それが。ね、行きたハンバーガー美味しいもん。めっちゃ美味しいんですよ。そこのアボカドバーガーがめっちゃ美味しくて。でもめっちゃ高いんですよ。890円とか。だか安い。ら、普通1400円ぐらいするよ。そうなんですか。1200円。まあ、セットとかにもよるけど。そんなにするんですね。高級というか。確かに、そう思ったらマクドと比べたら高いね。ですかね。いや、なるほど。はい。え、すごい、ルーちゃん。当てられた。恥ずかしい。びっくり、当てちゃったんと、じでゃあ、した。は30分経ったから終わるか、そろそい。ろ。はい、そうですね。じゃあ、スクショタイムして終わりましょう。はい。じゃあ、まず顔半分で。あ、はい、わかりましはた。い。頑張れ。もうちょこちょ。OK。近く欲しいか。あ、いいんじゃない、いい感じ。いい感じですか。どうですか？いや、もうす、あ、久しぶりだぞ。久しぶりだ。じゃあ、続いては、いては、ハートにします。ハート合ってますか？向き。あ、いい感じです。あ、いい感じです。チーズ。チーズ。カシャ。化粧。カンカンカーン。ありありがとうございましがとう。た。おこ誘ちら。ってくださって。はまたやろうね。い、また絶対やりましょうね。ゆっくり休んで、今日は、じゃあ。はい、ちかこさんもいっぱい寝てください。ありがとう、おやすみ。ありはい、おやすみなさい。ありがとうございました。はがとう。いいよ、ルーから、じゃあ、切っていいよ。い、ありがとうございました。ありました。ありがとう、みんな見に来てくれて。ルーちゃんでした、ということで。いっぱいね、メンバー誘ってんけど、まさかのね、なかなかタイミング合わずでできんかったけどね。みんなとできるように、これから公演があるたびに、予定がなければやっていくので、また見に来てね。やばい、アボカドバレた、しかも。恥ずかしい。また、じゃあ大好物の更新する、公式ブログをあげるので楽しみにしててね。バイバイ。おやすみなさい、みんな。明日は土曜日。ゆっくり休んでください。一週間お疲れ様でした。